こんにちは。私は真実の性の語り部として全国でお話をさせていただいております。合わせて作家とカウンセラーでもあります夏目まつり子と申します。私その本を本にしてもそれからカウンセリングにしてもですね、2つのテーマでやっております。でそのテーマっていうのが性、人間にとって本能、ね、本能的な部分である性、セクシャルな問題と、あと食、ダイエットとかそういうですね、食にまつわる行動、その2つをテーマにしているんですけれども、この性と食という2つの部分っていうのはこれまで長い間世の中でマインドコントロールされ続けてきた部分でもあるんですね。でメディアでもとにかく、例えば性でしたらお下劣でいやらしい恥ずかしいものっていうふうな言われ方になっていますけれども、本当は違ってその反対なんですね。人間にとっての性っていうのは本来私たちにとってとてもその大きな癒しにもなるし、生命力を再生して、魂を輝かせるようなそういう美しいプラスの作用をするものなんですよね。けれども数千年前からですね、時の権力者や支配者たちがね、あらゆるこう宗教ですとか道徳だとか社会のルールだとかいろいろな手段を使ってですね、今もメディアを通していろいろされていますけれども、それがお下劣で人間性を貶めるっていうふうなね、逆のメッセージを送り続けてねしまったために、私たちは知らず知らずね、ちょっと人前では話せないねっていうふうな感じになってしまっているんですよね。でもね、ちょっとおかしいなって思う方も多いと思うんですよ。出産とかね、子育てとかそういうね、子供を産み育てるっていうことはすごく健全なテーマというか、 PTA でも大きな声で喋れる。だけれどもその子供を、命を生み出す働きになったその性行為のことっていうのがちょっと恥ずかしい、いやらしいっていうふうなね、とても PTA では話せないみたいな、そういう逆のものに、イメージのものになってしまっているっていうのが、やはりそれだけ、数百年、いやもっと長く言えば数千年ぐらいもね、マインドコントロールが働き続けてきた結果だと言えるんです。で今ですね、日本では夫婦の半分はセックスレスになっているっていう数字があります。でこのセックスレスの原因っていうのが、そのようにね、これまでの長い歴史の中でいやらしい恥ずかしいものっていうふうなマインドコントロールがねされてきたおかげで、性のイメージがとにかく歪んでいる。そしてもう一つ、そのね、性の行為の方法自体もね、間違ったものに作り変えられてしまっているっていうのがね言えると思うんですね。それが原因になって、本当に私たちの命の働きを高める方向にその性の営みというのを活用しきれていない。だからすると疲れてしまったりとか、またはその長い歴史の中で、男性が女性をその力で屈服させるっていうね、社会の仕組みになった時に、その性の在り方っていうのもそういう性質をね帯びてしまったわけなんですよね。なので女性にとって、あまり気持ちのいいものではなくなってしまったりとか、でもそれも男性だって本当は愛する女性を大切にしたいという思いはあるにもかかわらず、その自分たちがね、メディア のアダルトビデオとかですね、そういった普通に手に入る情報
によって、あ、こういうものだっていうふうにね、当たり前に思ってきた方法が、その女性の体を本当に大切にする、で命の働きを高めるっていうふうな在り方になっていないから、そういう方法を知らされていないために、あのね、本当の、 あの喜びにつながりにくいっていうね、そういう傾向があるんですよね。なのでだんだんこう愛が深まって家族的な愛に変わっていくと、そういったね、あのお下劣 で女性を力で屈服させるような、そういう方法をあのすることが気恥ずかしくなっていったりとかね、うん、そういうのも大きな原因じゃないかなって私は思っています。なので、あの私もね、あの個人セッションとかで、いろいろとご相談を受けるんですけれども、やっぱりそのセックスレスのお悩みも多いですし、でまたレスというわけではなくても、女性がすごくあのその行為によって肉体的に痛いとか、または精神的に何か あんまり、ちょっとこう気持ちよくないとか、大事にされている感じがしない、何か自分の体を利用されているような感じがするとかね、そういうふうに苦手意識を持っていたりする場合が多いんですね。でまたそういう性に対して何か心のブロックがありますと、あのそれ以外のいろんな心の悩み、インナーチャイルドであるとか、いろいろなものに根本的につながっているっていうのがやっぱりあるんですよね。その問題が解消することによって、例えばお仕事ですとか、自分のその願いを実現するとか、社会的にどんどん活動していくとか、そういう行為が、もう遠慮なくのびのびとできるようになったっていうね、女性をたくさん見てきました。でですね、セクシャルな問題っていうと、まあ大体恋人とかね、パートナーとの間の問題って思いますけれども、それが解決することによってですね、親子関係だとかね、社会的な人間関係だとか、そういうものが改善していったりとか、なんか根本的なねところに通じるのが、この性の問題なのかなっていうふうに感じます。ではですね、男性がね、女性の体を本当に大切に宝物のように扱いながら性の営みをするとですね、本当に女性にもそれが伝わって、で女性の喜びが大きくなると、それが男性の、ね、体にも伝わっていきますので、より2人とも大きな喜びを体験することができるわけなんですよね。だから男性にとってもそれはすごくお得なことなんですよ。で私もですね、これまでのお客さんの中で国際結婚をしているカップルの日本人の奥様と、それからヨーロッパ系の、ね、男性のカップルなんですけれども、そのご主人の方からご相談を受けたことがあるんですよ。もう妻が、1人目の子供を産んでから、もう子育てが忙しいとか疲れてるとかを理由に、全然自分の夜のお相手をしてくれなくなったっていうね、そういうお悩みだったんですけれども、それで私はそのご主人にね、2つのことをお伝えしました。で1つ目は奥様の体を宝物を扱うように大切に扱ってくださいっていう心構えについて、でもう1つですね、体を使ったワークというか、奥様の体に触れる時のヒントとして、ちょっとね、1つマッサージのテクニックをお伝えしたんですね。でそれが私たちの体内をね、気が流れていますよね。東洋科学でも経絡とかね、経絡に沿って気が流れていますよっていうことを教えていますけれども、で、その気が流れる速度と同じぐらいのゆっくりしたスピードで、体のラインに沿ってこんなふうにですね、心を込めてね、でも力は抜いて、手の力は抜いて、優しく手のひら全体の圧をかけるような感じで、このように心を込めて触っていく。
まずこれはね、セルフマッサージ、自分自身の体をね優しく愛おしむように触れるっていうことも、ね、愛する人に触れる前の準備運動として大切なんですよ。でこれをまずセルフで、練習していただいて、そしてこのぐらいの力加減ですよっていうことで、手とか足とかお腹とかですね、こう触れて差し上げたんですね。でそれによって彼はもうヒントを掴んだようで、もう翌日喜びのお便りが届きました。もう妻がね、早速相手をしてくれるようになって、で実はこれまでは大切にされている気がしなかったっていうふうにね、おっしゃってたそうなので、すごくね、彼はツボにはまったわけですね。はい、皆さんも参考にされてみてください。今世の中はですね、男性性の時代から女性性の時代へとかね、女神の時代が始まるとか、そういうふうにいろいろ言われてますよね。で女性の中にもちろんね、皆さんね、女性の皆さんの中に女神性っていうのはありますね。でそれはもっと言えば女性だけではなくって、どんな性別であってもね、その女神性とかで、女神と対になっている存在である女神ですね、男の神の性質、両方が私たち人間の中に備わっているっていうふうに私思ってるんですね。で女神性ってじゃあどういうことなのかなっていうふうにちょっと考えてみてですね、私なりに思いましたのは、まず自分自身ね、自分自身とそれから自分以下以外の誰か人ですね。でそれとこの地球の大地、この3つのものをですね、すごく愛おしむことができる、で愛おしんで癒す、ね、そういう働きをする性質っていうんですか。だからその誰かを愛するっていうのも、それだけで自分が犠牲になってはいけないんですよね。もともとその女神って言ったら女性の性質ですけれども、女性性っていうのは感じる力なので、自分の内側からですね、これは気持ちいい、いや気持ちよくないっていう、自分のその体の内側から湧いてくる本音っていうのをきちんと受け止めて感じ取って、で自覚する、でそれを、あ気持ちいいんだ、いや悲しいんだ、いやこれは嫌なんだっていうふうにちゃんと言語化ができるっていうか、うん、そういう働き性質なんですよね。なので自分にとって何が快適か、そして不愉快なものはもうやっと言って拒むとかね、そういったことで自分自身をちゃんと愛するっていうことができてこそ、誰かをね大切にして尊重するっていうことがよりうまくできるようになるわけなんですよね。でさらに私たちがこの住んでいるこの地球の大地っていうんですか、これをどういうことをしたら汚してしまうか、じゃあ汚さないためにはどういう生活をすればってね、もちろんそのこうなんだろう、メンタルな意味で地球がきれいになればいいのにって思うだけじゃなくって、すっごく日常生活のね現実的なところに落とし込んで、例えば油は水道に流さないとかね、うん、なんかそういった日々のちょっとしたことから、この大きな地球環境を、きれいにね浄化できる方向に、こう選択ができるというか、そういうふうなね働きを目覚めさせるといいわけですよね、女性も男性もともに。じゃあ女神性というかね、男の神の性質っていうのはどういうことなのかって考えますと、そのね感じて愛してこう癒したいっていうね、その女神性の働きをですね、活性化して、で具現化する、まっすぐ適切な方向にファーッと伸ばしていくというか、そういうねとっても現実的な行動力というか、そういうものを女性でね、女性性を目覚めさせようって言っても、女性性だけでは片手落ちになっちゃうんですよ。その自分の中のその女神がこうしたいのよ、これは嫌なのよっていうふうに感じたものを、よし分かったって、じゃあこうしてこのように具現化しようっていうふうにね、形に表して行動に移せるっていうね、そういう女神性を女性も、まあ男性はね
出せる方が多いと思うんですけれども、両方を伸ばしていくというかね、それが大切なんじゃないかなと思います。で、やっぱりですね、神話の世界でも、マインドコントロールが始まってからのね、宗教っていうと大体こう男性支配的な組織化されてしまってからは、父なる神よっていうふうに割とこう男性的なねキャラクターになっちゃったんですよね。でも本来、人と自然が調和しながら生きていた時代っていうのは、女神と女神が夫婦ね、ペアでいろいろな働きをしていたわけなんですよね。で、代表的な女神っていうのは大地の母なんですよね、大地。そしてで、そのペアの男性神っていうのは天空っていうんですか、空と大地ですよね、要はね。で、私たち人っていうのはその女神と女神の両方の要素を持っていますけれども、その性のエネルギーの働きを活性化させることによって、このようにですね、空と大地をこうつなぐことができる、そういう機能を持って生まれてきてるんですね。で、なぜそれが言えるのかっていうと、私たちの性エネルギーっていうのはこの第一チャクラって言いますかね、ヨガで言うとその生殖器近辺のこのあたりにですね、トグロを巻いて眠っているんですけれども、それが活性化するとこう螺旋のように上昇して頭の方へ抜けていくんです。で、なぜ動物の中でね、人間だけが他の動物はね、こうやって横になってね、四本足で歩いているのに、人間だけがすごいバランス取るの難しいのに、このように縦になって二本足で歩くのかっていうのをね、考えた時に、このように性エネルギーの上昇現象を通して空と大地をつなぐことができる、そういう働きを持って生まれてきてるんだっていうふうに私ある時気がついたんですね。なので私たち今の現代ではね、地球環境を欲望の、ね、果てに破壊してしまう、まるで地球のがん細胞のようなね、そういうこう自虐的な人間観になっている方も多いと思うんですね。でも本来は私たちっていうのは、いながらにしてこの地球環境を美しく浄化することができる、そういう機能を持って生まれてきてるんですね。で、それがその鍵になっているのが性の働きなんですよ。で、ところが数百年、数千年前にですね、その性の働きを、卑しい次元に落ちるものだっていうふうに逆の教え方をするようになってしまったために、その機能をうまく使えなくなってしまった。そのために地球環境を破壊するような、ね、そういう働きをする生き物になってしまったっていう、これはとてもリンクしているっていうふうに私は考えています。で、こういうね、マインドコントロールが働く以前の、ね、太古の人たち、例えば縄文ですとかね、マヤとかケルトとか、自然とね、調和しながら生きていた民族っていうのは、それをもう肌で分かっていたわけなんですよね。例えばですね、このようなストーンサークルが、こちらが縄文、こちらがケルトでね、全く同じ形をしてますよね。うん、で、大地に柱が突き立っているっていうのは、これは男性性、まあ、断根を象徴しているわけですよね。で、こちらのそれを丸く包んでいるのが女性器、ね、女性性を象徴しているわけなんですけれども、女性っていうのはね、女神ね、大地の母なわけですから、まあ柱が大地に、突き立てられている、そのこと自体が男女の融合を表していたっていうことなんだと思うんですね。うん、なので私たちもね、遺伝子の中に縄文やマヤとかね、そういった太古の歪められる以前の人たちの、遺伝子とか、その潜在的な記憶っていうのを皆さん持っていらっしゃると思います。なのでそのことに気づきさえすれば、いつでもその機能を回復することができると思います。なので、私たちね、これまで数千年続いてきたマインドコントロールがもうね、極まりに達してきた時代だと思うんですよ。もうすっごい変態的なね、そういうものが溢れてますよね。だけれども私たちの代から気づいて、それを大きく U ターンしていく、そういう時代の、ね、
時代を選んで生まれてきたそういう仲間だと思うんですね。なので、ぜひね、私たちでこの時代を女神と尾神が仲良く円満に暮らしていたそういう時代への U ターンを始めていきたいと思っています、ね、また機会がありましたらお目にかかりましょう。今日はどうもありがとうございました。